宮城県道2号石巻鮎川線は、宮城県石巻市内を通る県道である。石巻市は田野葉町と旧鹿町の中心、鮎川地区を結ぶ道路で、鹿半島の西側を南北につなぐ。渡野葉と相川を結ぶ、沿線住民の生活道路と、仙台方面から鹿半島、金華山方面への観光道路になっている。三陸海岸を、 仙台湾に沿って通っており、北上山地裁南部の山道と太平洋に面した海浜島を行き来しながら進み、終点では宮城県道220号しか半島公園線に連続する。2011年に発生した東日本大震災からの復興住宅地として、起点の綿の波町と終点の鮎川浜の中間の大原浜から九分浜にかけて大規模団地が造成されている。 金華山へは、終点から海へ向かう道を進むと、船着き場がある。伊達政宗が建造したとされる、サンファン、バウティスタ号復元船が経由されてある、宮城県、慶長施設線ミュージアムへは、この県道が、アクセス道路となっている。ほぼ全区間において、ワインディングロードが続く線形で、オシカ半島に入って、最初の峠となる風ザ峠と、半島の中ほどにある、 小石峠はトンネルで抜ける。綿の波長。前方の交差点が、起点を鹿半島の大原浜。石巻市立大原小学校近く。ありがとうございます。